1966年の太陽ホエールズでは、1966年の太陽ホエールズの動向をまとめる。この年の太陽ホエールズは、三原治監督の7年目のシーズンである。前年4位から巻き返すべく、外国人を、県アスプロモンテと、南海から遺跡のジョースタン価に一新するが、自慢のメガトン打線が沈黙し、またエースの秋山昇が衰えた、投手陣も崩壊。 5月1日には、佐々木義郎が、完全試合を達成するなど明るい話題もあったが、チームは、開幕から再開独走。一時は、三 k と入れ替わって5位に座るも、最後は息切れして、優勝の巨人に37ゲーム、2位中日には24ゲームも、つけられるなど散々な一年となった。投手陣は、高橋茂之、稲川誠、小野翔一などが、 それなりの成績を残したが、秋山は6勝8敗と負け越しに終わり、2桁勝利を挙げたのは稲川だけで、チーム防御率3.74のリーグ再開。トップクラスの打撃陣は、チーム本塁打が116本と、まずまずだったものの、得点が巨人に100点以上つけられ428点のリーグ3位。再開に終わった一方で、松原誠のレギュラー定着が明るい話題だった。 対戦成績では、V2 の巨人に、同一カード14連敗を喫するなど5勝21敗と、相性が悪かった一方で、阪神など3球団には13勝13敗の5分で、検討した。シーズン途中の6月6日には、三原監督が検査入院のため休養するハプニングもあった。ありがとうございます。